はい、取れました。これが生きてる卵ですね。じゃあ震災の年のやっぱあの稚魚が、戻ってくる年だったんで、原発事故で退避命令出ちゃって、でそれでこっちに戻ってこれなくなっちゃったっていうのが、まあ、一番の原因 で後の稚魚はやっぱ全滅っていう形に。もう順調に育って。魚も増えれば本当に人もこう戻ってくるし、こう増えてくるっていうのもあるんで、自分たちの仕事はもう、酒の稚魚を放流して、で多く戻ってくるっていう、まあそれが本当に一番の、あの楢葉町の復興にもつながるとは思ってます。